はい、こんにちは、116インズです。今回はマリナーズの話をしていきますが、現地6月22日の試合が終わった時点でマリナーズは45勝34敗、この時期にしては珍しく11個も貯金を作りまして、 AL 西地区首位を引き続き快走、2位アストロスと7ゲーム差、3位レンジャーズと 7.5 ゲーム差ということで少し差も広げました。まだシーズン半分くらいですし、アストロズもレンジャーズも力のあるチームですので全然油断できるゲーム差ではないんですが、ただ6月の終わりが見えてきた中でもまだしっかり首位をキープできている事実は素直に嬉しいですよね。相変わらずマリナーズのやっている野球に大差なく、先発がきっちりゲームメイクし、打線がまあ春先と比べたらマシとはいえ、シーズントータルでは下位レベルの成績の中で重要な場面で何本かクラッチヒットが飛び出し、必要最小限の得点で逃げ切る、日々ハラハラドキドキなゲームばかりですし、得失点差を考えたらやっぱり出来すぎな感も正直否定できないところもあるんですが、とはいえ毎年前半戦は大して勝てず後半戦に追い上げて、それで一勝及ばなかったのが去年だったわけですから、今後どうなるかわからないにしても、今の時期からこれだけしっかり勝てているのは素晴らしいです。この勢いのまま勝ち続けてほしいものですよね。ただ課題がないわけではありません。来月末のトレードデッドラインに向けては当然打線がまず一つ大きな補強ポイントとなってきそうですが、ブルペンも実は結構苦しいですので、ここも正直なんとかしたいところ。成績の面では現地6月21日終了時点のブルペン防御率 3.79 は MLB16 位、 FIP も同じく 3.79 でこちらは MLB10 位と、内容の面では決して悪いとまでは言えない、少なくとも打線ほどに深刻なことにはなっていないようにも見えますが、一方でこの成績はクローザーのアンドレス・ムニョスに支えられている部分も大きいでしょう。というかブルペンにおいてムニョスとそれ以外の選手の差がぶっちゃけちょっと大きいかなと。ソントン、オースティン・ボス、スタネック、ソーセド、みんなぼちぼちくらいの成績であるんですが、僅差のゲームではちょっとやっぱり怖いと。8回にたびたびピンチを迎えてしまって、途中からムニョスを投入せざるを得なくなり、買いまたぎする場面も結構ありまして、今季のムニョスはすでに4アウトセーブ、5アウトセーブがすでに5回もあると。マリナーズも当然ムニョスの重要性を理解していますので、登板間隔などかなり気を使ってはいそうですが、やっぱりもう一人くらいムニョス以外で頼れる選手が欲しいところ。オフにホワイトソックスから獲得したものの、怪我の影響で未だ登板のないグレゴリー・サントスが今日ライブ BP を行い、今後も順調に進めば相当遠くないうちにマイナーで実戦調整、7月中に MLB 復帰できそうな雰囲気もあります。サントスが戻ってくれば少し状況も楽になりそうなんですが、まあ、今季ずっと離脱していたのでまだわからないですね。なので球団内部からも誰かステップアップしてくれると、ブルペンの状況はさらにいい方向に向かってくれそうなんですが、今季中にもしかしたらメジャーで大きな役割を担うかもしれない選手として現在高く期待されているのがこちらのローガン・エバンズ。マリナーズ AA のアーカンソートラベラーズでプレーする現在23歳の右腕です。今季はここまで全て AA で16試合、うち10試合が先発登板でしたが、防御率驚異の 1.23、58回3分の2で K%23.3%、BB%7.8% となっています。トラベラーズが所属するテキサスリーグは打高として知られる環境ですが、エバンズは今のところそれをものともせず、防御率はぶっちぎりでリーグトップ、防御率2位の選手で 2.71 ですので、その環境で 1.23 という全く次元の異なるピッチングをここまで見せていると。で、エバンズは開幕時点では先発だったんですが、6月に入ってからブルペンに回っていまして、ブルペンに回ってからも7回3分の1を投げて2失点自責1。最速で90マイル後半出る速球にスイーパー、カーブ、カッター、チェンジアップと多彩な変化球を操り、このうち一番評価が高いのはスイーパーとされていますが、いいピッチングを見せ、マリナーズ傘下の有望株の中でもかなり評価を上げている一人です。彼がもしかしたら今季どこかでマリナーズブルペンで活躍してくれるかもしれないわけですね。そんなマイナーで大活躍中のエバンズなわけですが、正直なところもともとものすごい期待されていた選手というわけでもありませんでした。むしろ今この立場にいること自体が驚きくらいの選手です。エバンズはペンシルバニア州立大学、その後ピッツバーグ大学へと転校していますが、いずれの学校でも目立った成績を残すことはできず、大学4年間通算の防御率が 6.78、 昨年大学では11試合に登板し防御率 5.88 と、2022年の 7.43 と比べたら成績は改善しましたが、それでもねえといった感じの成績。速球も90マイル前半と目立たず、チーム内でもエースではなく、ドラフトに向けてあまりスカウトされていなかった選手だったようです。昨年のドラフトにおいてもマリナーズがエバンズの名前を指名したのも12巡目、全体367位、20巡ある現在の MLB ドラフトにおいても、まあ買い指名と呼んで差し支えないような順位ですし、契約金も10万ドル、契約後にルーキーリーグ、その後シングル A でプレーして計5先発15回を投げて1失点と上々のプロデビューでありましたが、まあドラフト1巡目指名を受けるような選手であっても MLB の舞台にたどり着くまで数年かかるのが当たり前の世界ですから、まさかエバンズがその翌年に MLB 昇格候補として名前が上がるくらいになるなんて普通は思わないわけですし、それが現実的になるほどの選手でも昨年の時点ではありませんでした。ところが一冬を超えてエバンズが急成長を遂げ、その状況が大きく変化します。
オフのハイパフォーマンスキャンプなどでの努力の成果もあってか、大学時代は90マイル前半、92マイルくらいしか出なかった速球の球速がアップし、この春90マイル後半、最速で99マイルも記録。さらにドラフト後のキャンプでマリナーズコーチ陣と共に取り組んだスイーパーも球種に加わったことで、一気にピッチャーとしてのスケールが大きくなりました。マリナーズはドラフト時点から6フィート4インチあるエバンスの体の大きさ、アスリート性や制球力、スピン量などでポテンシャルを見出していたようで、ドラフト後もエバンスに対して明確な成長プランを示していたともされますが、それでもここまでの急成長は嬉しいサプライズだった部分も大きかったんじゃないですかね。マリナーズは通常プロスペクトの昇格に対してあまり無理をさせないことが多いですが、エバンズについては相当自信があったのか、ハイエーを飛ばして開幕いきなりダブルAスタートとさせ、そしてこの活躍ぶりです。球界内でも徐々にエバンズの成長ぶりが認知されつつあり、ベースボールアメリカが今月発表した球界全体のプロスペクトランキングでは全体85位、前年のドラフトで12巡目指名だった選手としては異例の高順位に入っています。ということで、現在急成長中のエバンズ、6月に入ってからブルペンに回ったという話はしましたが、まあここには当然 MLB 昇格を早めたい思惑があると思われ、マリナーズですと2022年のマット・ブラッシュなんかがいい例ですよね。開幕ローテに入ったものの先発としては通用せず、ただボールの良さ自体は示していましたので、マイナーでブルペン調整させ、後半戦以降メジャーのブルペンのキーマンになりましたので、エバンズについてもそんな感じのことを考えているんでしょう。もっと遡れば2016年のエドウィン・ディアスもマイナーで先発をやっていたところ途中からリリーフに回し、メジャー昇格を早めたと。現状の強力マリナーズローテーションですと、エバンズが先発としてチームに貢献する可能性はあまり高くないですが、ブルペンならすぐに貢献できる想定でもあるんでしょう。またエバンズは大学時代でもマックスで1年間で66回3分の2しか投げておらず、今季このままマイナーで先発を続けても早々にイニング制限に引っかかる可能性も高いため、ブルペンに回すことでイニング数を抑えたいという一面もあるかもしれませんね。マリナーズがどれくらいエバンズのリリーフ調整に今後時間をかけるかは分かりませんが、 MLB.com のダニエル・クレーマー記者は早ければ後半戦開始後の昇格もあり得るとしていましたので、サントスと一緒にこのエバンズもブルペンの増援として7月にやってくるかもしれません。トレードデッドラインまでにさらにブルペンの補強も行えれば、ブルペンは見違えるほど良くなるかもしれませんね。マリナーズは近年若手の選手育成に関してはかなり順調に進んでおり、そこにはドラフトの成功、このエバンズみたいな才能を見つけ出してくる点もその一つでしょう。ただ何度も言うように、去年のドラフト12巡目指名の選手がたった1年でメジャー昇格ともなれば、これはとんでもない話で、ものすごいシンデレラストーリーにもなりそうかなと。もちろんまだ23歳の選手でプロもフルシーズン1年目、メジャーに上がってみないことにはわからない部分も多いですので、過度な期待は当然禁物ですが、この後のシーズン楽しみな選手ですし、名前をぜひ覚えてもらいたい選手です。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。